疲れ様です。札幌の奥座敷定山渓温泉に現れたのは将棋の藤井聡太五冠。明日からの王位戦七番勝負第2局に向けて、挑戦者の豊島将之九段と一緒に対局で使う駒や会場をチェックしました。一方、会場の外ではこちら王位戦の対局の会場なんですけれども、前日からすでにファンの方でしょうか、会場前に集まってますね。今日はもう、はい、古川に泊まって、うん、同じところで、はい、もう入り口来た時バッチリ前で見ました、はい、もう癒しをもらってます、この年になって藤井さんに。札幌一の藤井ファンだと私は思ってます。札幌一、はい、間違いない、間違いない。お二人の先生が存分に実力を発揮していただいて、うん、素晴らしい熱戦になることを期待しております。定山渓で王位戦が行われるのは60年ぶりのことです。本当に定山渓、その川と山に囲まれた本当にすごくなんだか静かなところで、60年ぶりまた入るということで、またそうした当時のそうですね、対局にも負けないような熱戦に、はい、できればと思います。自分なりに精一杯させて熱戦にできればというふうに考えています。